トマス・ナイズ・トマス・アール・ナイズは、アメリカ合衆国の実業家、政治家。バラク・オバマ政権で国務副長官を務めた。1979年にダルース東高校を卒業。ミネソタ大学に進学し、政治学を専攻。大学卒業後は民主党、ウォルター・モンデールのスタッフとして働き、1984年の大統領選挙をサポート。1986年から1989年まで民主党、トニー・コエリョ連邦下院議員の特別補佐官として勤務。1989年から1992年までトーマス・フォーリー連邦下院議長の秘書官として勤務。1993年から1995年までミッキー・カンターベイ通商代表の首席補佐官として勤務。2000年の大統領選挙では民主党、ジョーリー・バーマン連邦上院議員の首席補佐官として選挙運動を支援。2004年の大統領選挙では民主党、ジョン・ケリー連邦上院議員の選挙活動を支援。1995年に連邦住宅抵当公庫に参加し、上級副社長及び執行委員会委員に就任。続いて、バーソン・マーステラにて社長兼最高経営責任者。2001年から2004年まで、クレディ・スイス・ファースト・ボストンにて最高総務責任者を歴任。ナイズは2005年から2010年まで、モルガン・スタンレー社の最高執行責任者を務めた。彼は役員として、モルガン・スタンレーの経営委員会及び執行委員会の委員も務めた。2010年9月14日、ワシントン・ポスト紙は、行政管理予算局長に転任する。ジェイコブ・ルー国務副長官の後任に、ナイズが指名される公算が大きいと報じた。ブルームバーグやロイターなども同様の報道を行った。ホワイトハウスは2010年9月29日、バラク・オバマ大統領がナイズを国務副長官に指名した旨を発表した。ナイズは2010年12月22日に上院の承認を受けた後、2011年1月3日に、就任宣誓を行い国務副長官に就任した。ありがとうございます。